ニアです。ユザハです。メイです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。本日の企画はお泊まり会といえばお菓子パーティー。イエーイ。お菓子。これめっちゃ美味しいよ。え、それ美味しいよね。これ食べよう。食べよう。いいね。サンリオの好き。かわいくない？マリアもサンリオだよ。イノドギせんべいを食べます。みんなで先輩とかも知ってて、先輩が彼氏だよ。ピンクデビューしてて、うん、いやちょっと踏み込んだ話題言っていい？うん、恋愛系したい。やっぱお泊まり会は恋バナだよ。恋バナ。そうだよ。あ、なんもないんだよ。通りマジでマリアも本当に好き。一番理想な。いや、ユズもなくて。あるね。あるね。ユズもなくて最近ね、思うことが増えたな。この人本当に人として素敵だなとか、うん、私この子と大人になれてよかったなとか、中身をね、すごく見れる人になった。素敵だなって。よし、エグザモだよ。それが素敵。エグザモだよ。本当かな。もう眠いね、もう眠いね。どうしよう。エグザは、最近は、うん、もう適当に、まあ、適当なんだけど、誰でもいいかなみたいな感じなんだけど、でも本当に最近はちょっと外見を見るようにしてる。今そっちの外見を見るようにしてんの？外見を本当に見るようにしてる。でもあの可愛いって言われるの好きだから、可愛いって言ってくれる人好きになっちゃうみたいな。やばいやばいやばい超やばい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 よ。渋谷とか行ったらやばいでしょ。ゆずはちゃんついてくでしょ、うん、ついていかない。ナンパとかされたら行っちゃうでしょ。ついていかない。イケメンじゃないって行かない。お姉さん可愛いですねって言われたら、うん、どうですかって言っちゃうでしょ。イケメンじゃないけど、だってちょっとイケメンの男の方にね、めっちゃ可愛いじゃんとかって言われたらもうついてくじゃん。ついてくっしょ。あ、危ない危ない。でもちょっと最近はちょっと何に頑張って誰も期待しないんだよね、まずメイン。メインそういう話よね。いや、いると思う。彼氏いるんじゃないの。本当は本当に最後に好きだったのが幼馴染だったので、その人のことが好きだったのがね、本当に小学1年生とかの1年生になって別に好きな人ができたの。何くん。じゃあちょっとタイプの話したい。うんうんうん。どういう人がタイプ？優しい。単発？うん。どういうこと？じゃあマッシュは嫌いってこと？うん。マッシュね。キノコみたいじゃない？じゃあ戦闘機は？ダサい。ウルフは？ウルフはなんか。カッコつけてるから嫌だから。俳優で例えると誰か。タイプ、顔のタイプがない。ない。その時による。マジで分かる。だよね。これめちゃんとある。理想像が可愛い、うん、犬みたいな顔が本当に好きだよ。こういう可愛い顔がすごい好きやもん、うん、身長自分より低いのは絶対無理。無理なんだ。いや無理ではないけど、喋れるけど。そこがそこが基準。喋れるけど付き合えるけど、僕たちのマリアちゃんも。これがいい。マリアちゃんも下でも負ける。ちょっと見上げてみたい。やっぱりその気持ちすごい分かる。女として、結論的に言うと彼氏めっちゃくちゃ欲しいな今。え、なんか本当に今本当に彼氏が欲しくて。マリアちゃんは彼氏欲しいに決まってたじゃん。メイ今本当に充実しすぎて、あの好きなものとかがあって、それが私を充実させてくれてるから全然今必要ないなって思う。おー素敵。最近ダメなんだよ私は。もう本当にダメそうです。私すごく心配です。本当に最近ダメなの。本当に誰も良くなっちゃって。危ない危ない。やばい。じゃあちょっとこの悩み相談は動画切った後にいっぱいお姉さん方に乗ってもらうとして、この動画は以上になります。盛り上がりすぎた。やばい。楽しかったね。この後もじゃあお菓子を食べてたくさん女子会を楽しんでください。はい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。